お台場冒険王。お台場冒険王は、フジテレビジョン本社及びを、台場周辺海域にて夏に開催されていたイベント。フジテレビ本社や、アクアシティを、台場、デックス東京ビーチなどで開催されていた。フジテレビ開局45周年を記念し、2003年以降、毎年7月中旬8月末日、年度によっては9月第1週まで、 に開催されており、2008年が最後の開催となった。2007年は富士テレビを大売店10周年を記念して、タイトルもザ・ The、冒険王とリニューアルした。富士テレビはコミュニケーションカーニバル夢工場87以降、お台場ドドンパ、1997年、P ・カイス・ワンダーランド、1998年、バングパーク、1999年、 お台場 .com。2000から2002年など数々のイベントを開催し、メディアミックスを頻繁に行っている。P、カイスワンダーランド以降、大規模なアトラクション展示を行っていた別会場の臨海福都新大見旧区画が所有者である東京都港湾局との期間人尺契約が2008年秋に終了することに伴い、 お台場冒険王ファイナル、君が来なくちゃ終われない。表、同名賞でのイベント開催は終了した。同年4月からの湾岸ンンスタジオの一般見学休止も重なり、来年2009年はイベントが行われないのかといった憶測がなされたが、もともと先日の通り会場敷地に関する問題であったため、翌2009年度は隣接のピーク角に会場を移転させた。 お台場合衆国富士がやらねば誰がやるが、富士テレビ本社や、大海 P 区画、潮風公園、船の科学館を中心に開催された。なお、会場であった青海9区画は、高層オフィスビル、大型商業施設、フェスティバル広場からなる複合施設、ダイバー式東京として2012年4月にオープンした。富士テレビは、当施設のイベントプロデューサーとして参画している。 8月8日、富士テレビの日は、富士テレビ社員が、縄電車、縄で作られ、電車を模したもので、富士テレビ社内を案内。毎年、もしもツアーズのメンバーが、出発式に登場しており、2005年8月8日の出発式では、宇ド・鈴木と伊藤敦志が、電車男に噴し、出発進行を行った。なお、8月8日に、電車で、社内見学を実施するのは、 新宿区河田町の旧社屋時代に開催されていた富士テレビからの伝統行事である。同じく河田町時代に催されていた富士テレビ社員らによるフリーマーケットやフォークジャンボリー、出演は坂崎孝之助、篠原智枝も富士テレビの日に開催されており、毎年恒例の目玉行事として定着した。館内放送、チャンネル冒険王、 2003年から2005年では、新人アナウンサーらによるアトラクションの案内のほか、イベントの見どころ解説や、芸能人とのトークショーの模様が放送されていた。有料エリアが設定されてあり、日付指定の1置でパスポートが発行されていた。パスポートは、冊子形式になっており、ガイドブックとしても利用可能。また、首から下げる紐がついた、ビニールケースが付属している。 なお、パスポートを購入すれば、富士テレビ社屋の旧体展望室にも入場できた。このようなイベント開催時に限り普段とは違う、特別料金が適用される手法は、ゴールデンウィークに開催されていた、お台場学園、文化祭でも同様である。ただし、両イベントとも通常通りの多摩展望室のみの入場チケットも販売されている。このイベントの大成功とスポンサー収入の、 研修により、このイベントがもたらした、放送外収入は、テレビ局の収入に大きく影響するようになり、他局でも類似イベントが行われるようになり、夏休みの風物詩になった。お台場冒険王は、テレビ局主催の夏休みイベントの先駆けとも言える。毎年富士テレビ制作映画と連動している。2005年と2007年は、イメージキャラクターの正式発表がなかったが、 ゴリエは応援団長として活躍。カトリはイラスト化された最有機の孫悟空の声優として CM に出演などしていた。など。2004年からスタート。メディアージュ1回のシネマメディアージュ。2008年は、フジテレビ1回、マルチシアターで話題の映画を先行上映したり、ゲストによるトークショーなどが展開されるイベント。 お台場映画王ならではの懐かしい映画の上映や映画を上映しながらの監督らによる解説、生コメンタリーなども見どころの一つ。毎年8月後半に1週間、2008年のみ2週間行われていた。正式名称はザ・ムービーキングお台場映画王。冒険ランドなど一部の有料エリアでは以下の入場料金が適用され、それ以外のエリアは入場無料だった。 入場料金はワンデーパスの購入代金となっており、一度購入するとその日に限り何度でも有料エリアに出入りできた。日本テレビ TBS といった他の放送局の大規模イベントと違い、唯一有料エリアが存在するのも特徴の一つだった。以下は基本のスタッフウェアでブースによっては番組オリジナルの T シャツを着るなどし独自性を出していた。など。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。